僕は今40を過ぎているが、それでも55歳の人からすればただのやんちゃな小僧だから、可愛いと思われるように努力をする。そういう関係性を構築するような努力。眉間にシワを寄せ、ため息疲れながら何かしてもらうのではなく、おう、何でも言ってみろ、と笑って力を貸してくれるように、気持ちよく甘えられるよう心がけている。そんな上司や先輩がいないなどと嘆く前に、作るための行動をしろ。頼り方一つで、その人の反応も変わってくる。日々の人付き合いの積み重ねでもある。何かを成し得るには、絶対必要なスキルだ。赤ん坊を見習ってみろ。あの無条件な可愛さは、生きるために神様が与えてくれた能力。ところが、成長の過程で忘れるものが多い。男も女も、チャーミングであることは大人として生きるために必要な能力だ。いくつになっても、チャーミング。いい言葉だ。